伊集院光ちゃんでございやっさーさあ、僕の前に座ってるのは、僕の前に座ってテンション高くちょうだいちょうだいやったーやったーバッサーついに200、200、200に乗った200!200!200!200!誰誰誰誰どうも、天気取りでーすもう一人います。やったーいや、いや、そういうんじゃなくて、ごめんなさい。今、ミキさんの岡部さんがお前らうるさいってなっちゃったからも、うん。どうも、エバート国政です。はい。よし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 。今日は机の下にカメラがあるかもしれないから、心地を思いっきり見せとこう、これ。これを、これを。使えなくさせるんですか、そう、使えなくさせるか、スタジオの、秋元さやかちゃんが、もう、ギャーって言うか、どっちがいいな。ええ、ええ、ええ。さあ、そういうことで、はい。今日ちょっと珍しい組み合わせで、お天気の中でも仲のいい、まあ、特に仲のいい。まあ、お天気って3人ともすごく仲がいいんですけど、その中でも特に仲のいい、エバト君と、そして、ノリちゃん。はい。ね、はい、俺はエバトとあんま仲良くないから。はっきり言いましたね。マジですか？今、伊集院さん。はっきり言いましたね。え？エバト超いいやつですよ。マジ？マジで？マジで？ノリが言うならマジで。でも俺あんま仲良くない。ちょっと待って。俺、どのテンションでこれから4本撮っていくんですか？いや、そういうところが俺。そういうところが俺。エバトはみんなに嫌われるな。お前軽く言ってんじゃん。笑うとこじゃねえ。軽く言ってんじゃん。全然笑うとこじゃねえ。今もし家でゴーが聞いてたらドキッとするところ。さあ、仲良しの3人。もう無駄な笑い声はやめて。すいません。メールとうとう読んでいきたいと思いますけども。はい。まあ、今回、僕また生放送中にメールの呼び込みを忘れてしまいました。ああ、なるほど、忘れてしまったにも関わらず、結構たくさんメールいただいておりまして。は、うん、い。で、その中から、まあ僕がこのあたり読もうかなと思うやつを一旦寄って、うん、でそれをノリとそれからエバトに渡して、うん、自分がちょっとこれ答えたいっていうものには丸をつけて、はい、だから要するにノリの赤ペンのノリと青ペンのエバトのマークがついてるやつが一番盛り上がるっていうことで、うん、一切俺が読みたいやつお前らの丸はついてないけど俺が読みたいのやつだもん。じゃあこれは何だったんですか、このエバトの丸は何なんですか、これ。後で後で、あ、後ですか、後で読む時もあります。あ、なるほど。ペンネーム携帯ユンボさん、よく検索で使うエロワードは何ですか。インゴです、インゴです、僕はもうインゴです、インゴ次女です、インゴ次女です、もうこれを大体きます。もうインゴが大好き、インゴが大好き。ただね、インゴと申しましても、こういろいろありまして、その割とこう清楚っぽい、どっちかというと可愛い子ちゃんタイプの子が、その優しく、インゴ、インゴで、攻めてくれるやつと、はい、あとは逆にちょっとこう怖いっていうかきついタイプの人が、ガンガン俺をなじってくる。お、交互にです。交互に僕はもうそれを見ていこうと。こだわりが強いですね。そこはこだわらせてください。なんで敬語使った。ガンと曲げないですね、そこは。でもね、それでもね、たまにね、その、エロい言葉を言ってりゃいいんだろうみたいなのがあるわけですよ。なんでしょう、ラジオでもそうなんですけど、構成が見え隠れするやつがあるんです。あ、どうやらカメラのこっち側で言ってんなみたいな、その、なんかこの、多分カンペ出てんなみたいな視線のやつ。じゃあもう、祈祷に書いとけと。ただもしかしたら一ペロでなくなっちゃう可能性があるから、祈祷に書くのはダメ。口真っ黒になっちゃいます。俺バカなんじゃねえの、もしかしたら。もしかしたらだけれども。あと、置き方にしてくれた人は字が読めなくなっちゃう。そうなんだよね。で、もしかしたら、書いた時に大きかったのに、そいつのテクが悪い手で縮んじゃってる前に、バカ野郎、バカ野郎。ここで初めてバカ野郎じゃないけどね。もっと前から、前の前からバカ野郎ですけどね。インゴがどうしても好きな、僕ね、まあそのエッチなビデオを僕が撮るってことは一緒ないと思いますけども、はい、もし撮らせてもらえるんだったら、インゴですね。そうなんですか。はい。あのね、バカがいる。はい。あのね、せっかくインゴものを撮ってるのに、はい、なん、もう、良すぎるんだろうね。うん、その、インゴと、はい、その、なんだ、おちんちんを触る、その女性の才能が溢れちゃってんだろうね。うん、インゴ聞き入ってる時に、声
出す男優がいるのよ。お前バカじゃねえのっつって俺。そこお前何やってちょっと待ってよ。それ絶対後で編集できないからね、そこね。もう全然ダメだ、もう。そいつはバカなんですか？バカだよ。全然わかんなかった。何を楽しんでんだってことだよ、こっちは。ああ、深い。はあ、もう。怒りに震えちゃう。それも一番欲しかった言葉をね、その時僕が一番欲してたやつをその子が言ってんのよ、はい、なのにそいつがうーとか言う、お前何してんだよバカじゃねえの。なんか僕いつも以上にパワーを感じるんですけど、伊集院さんに。いや、なんそんなにですか。これ僕は本当に思い入れが、すごく思い入れがありますね。あとなんか取ってつけたような隠語出てくるとき、まあ腹が立つんですよね。それは例えばどういう感じのやつなんですかね。マラガーとか、お前のボキャブラリーからねえだろ、マラガー。なるほど。マラに関してはもう誰か書いたよね。あのセンスのないやつが。そこまで考えてみるんですね。そら見ますよ。具体的な僕ものしか見てない時があるんで。ああ、そんなんじゃダメだ。のりそんなんじゃお前文化放送とうまくいかないよ。お前そのちゃんと隠語がわかるやつっていうのが、もうそのラジオパーソナリティの条件だから、たま A 六輔さんも大沢ゆりさんも、隠語は絶対隠語の DVD めちゃめちゃ見てると思うよ。なんかそんなこと聞いたことありますね。ねえよ、お前な。言われてみれば。そんなこと言ってみれば。いや、俺なんかそんなこと言われた気がするよ。いやー、これ俺もう喋りたいこと終わったから次行っていい？僕らの絵の聞いてくんないですか？いや、ないね。ないんですか、それ。そういうのね。だってお前丸つけなかったもん。丸つけなかったやつは、それ、権利がない。僕の企画物の話だ。もう全然そんなの。企画物ダメか。続きまして、ラジオネーム、方形牧場さんから。面白い。方形牧場。最高ですね。2012で一番笑いました。これ、方形牧場ってその言葉のダジャレだけを楽しむんじゃないんだよ。ね。あんな顔なのにガッツさんが土方形だったらっていうところまで。そこまで、それはそこまで広げないと。それがレイディオじゃない、それがレイディオじゃない。勉強になるわ。レイディオじゃない、それが。そんなんじゃ文化言ってもうまくいかないよ。ちゃんと想像して、トランクスの横から土方形の土方形のチンチンの先が出ちゃってるの。そう言われてみれば言われた気がしますね。そうだよね。それ文化の人も言ってたろ。言ってました、言われてねえよ。そこ気をつけなって言われた気がします。伊集院さんの好きな太陽を教えてください。これはね、それどうなんですか。僕ら聞くんですか、その伊集院さんの好きな太陽。だこれは難しいのは、見る方とそのやる方で違います。あ、なるほど。ああ、まあそうです。やる方は僕はあの、フランス落とし。え、なんすか、ね、フランス落としをやめて。え、なるほど、フランス落としって。あ、え、知らないの？知らない。それはもう、あの、ウィキペディアで調べてください。ウィキペディアで。あるんですか、本当にそんなの。で、あの、ビデオで見る方は、騎乗位です。あ、結構普通なんですか、ね、はい、騎乗位です。もう変な話、切って言ったら予測変換で上位って出ちゃう。それは知らないですよ。はい、それぐらい騎乗位。他のことも調べましょうよ。なんすかね、騎乗位が好きなんですよね。確かに自分がしないものに対してですよ。それを求めることはないですもんね。うん、僕の中では。どこ。あの、例えば自分が騎乗位しかしない人間だとするじゃないですか。ん？僕が騎乗位しかしない人間。いや、今ちょっとね、はい、あの、騎乗位と騎乗油をかけた面白いダジャレみたいなのを考えてたんだけど、はい、やっぱりエロスと食べ物ってなかなか浮かばないなってことで、海苔の話を全然聞いてなかった。海苔の顔は見てたけれども、全然違う、あの、千葉県野田市あたりの風景を思い浮かべて、ちょっとうまくやろうと思って全然思い浮かべなかった。そういう工場。ごめんね。いい？ごめんね。大丈夫です。海苔透き通っちゃったけど、いい？俺の中で全く消えちゃったけれども。ありがとうございます。あの、騎乗位でも、うん、やっぱ騎乗位の中にもいろいろありまして、うん、ただ女性が上に乗ってりゃいいってもんじゃないんですよ。ほう。なんか女性の腰のグラインド、おこの騎乗位&グラインドなんです。ただね、これね、あの、よくこう皆さんからいただく感想として、これポッドキャストを通勤時に聞いてるって方います、うん、ね、もう会社行きたくないと思いますよ。朝から、ね、朝からこんなクソバカな話、ね、じゃあ続きまして、はい、ね、僕はもう騎乗位を見るのが好きだっていうの、DVD が好きだっていうのさえ言えれば、はい、だからもう隠語騎乗位ですからね。はい、それさえ言えれば僕言いたいことになります。聞いてはくれないんですね、もう。僕に対して。お前って丸つけてない。まあそうですね。丸つけた人だけだから。そうか。伊集院さんを喜ばすためじゃないんですけど、うん、たまたま僕親のエッチを3回だけ見たことあるんですけど、うん、お袋が3回中2回騎乗位でした。俺さ、お前の袋合ってるからすげえ、すげえ、
すげえ興奮する。いや、ド変態じゃないですか。そんなわけない。どうだ、先輩が興奮するっていう、もう嫌がらせ返し。嫌がらせ返しだから。うちの袋もまんざらじゃないと思いますよ。なんでまた嫌がらせ返してくんだよ。嫌がらせの試合やめてくれよ。たまたまお袋切ったらどうすんだよ、お前のお袋。ねえ。じゃあ続きまして。じゃあわかりました。じゃあ二人とも書いてるやついきます。あ、ありがとうございます。はい、丸つけたやつ初めていきます。ラジオネーム、ふとももか。夜寝るとき、ちっちゃい電気はつけとく派ですか、消しとく派ですか。ちっちゃい電気。ちっちゃい電気。常夜灯、なんてこと言いますけどね。はい。どっちですか、のりさんは。僕は真っ暗にするんですけど、うんうん、でも最近、真っ暗にできたんですよ。どういうこと？今まで真っ暗にできなかったんです、僕。なんで？あの、これ、絶対信じてくれないですけど、うん、中学校1年生の時に、お化けを見たんですね。うんうんうん、それ以来、僕、部屋の電気を明るくしないと寝れなくなっちゃったんです。お化け、どんな感じで出たの？超怖いですよ。え、それなに、気乗位？気乗位で出たの？お化けは気乗位。お前、お袋じゃねえかよ。お袋。さっき言った、お化けみたいなお袋だけども。おやじと戦ってるんですよ、前から。お父さん頑張ってなんつって。して、否定しないと進まねえだろ。それを肯定し続けたら、お化けの話だから全然進まねえだろ、そんなの。ね、で、僕はそれ以来、うん、お化け見てから怖くなっちゃって。どんな感じ、中学校1年生の時に、うんうん、一人僕、離れの部屋に住んでたんで。はいはいはい。くせえから。くせえから。家族から。親からそんなこと思われてるんですか、吉野家は臭いから。離れに閉じ込めておきましょう。それで横でセックスして。そうそう。張り手だな、そうだ、吉野にもいないし、セックスをなんです。だから毎晩毎晩、ね、毎晩毎晩あと本当の子じゃないしってことで、そうだよ、ね、離れの部屋にやめろよお前も、そうそうそう、悲しいよこんなの常識だからねいずれ保険をかけて殺すわけだし一旦離れの部屋に置かれてた頃がね、そらお化けも見るわなそしたらですね、あの夜中にですね、あの真っ暗で寝てたら網戸が夏場だったんだ、網戸で寝てたら、網戸がガガガガガって開いたんですよ、でなんだろうなと、多分親父が酔っ払って僕のとこに絡みに来たんだろうなと思って、めんどくせえなって思ったらいきなり足をバーンって蹴られたんですよ。痛えなってパッてこう目を開けた瞬間、あの、生首のですね、血だらけで、あの、怖い、ちょっと生首生ハムに変えてごめん。もう怖いから怖いから。生ハムの、血だらけの。ごめん、ドレッシングだらけの。怖いから、血だらけ怖いから。はい、わかりました。生ハムの、もうドレッシングだらけの、お化けが、お化けが、食ってやろうか。お化けじゃないですよ、オードブルにして。パッと目開けたら、生ハムの、ドレッシングだらけの、オードブルが、食ってやろうか。って、言ってきた。向こうが食ってやるって言われたの、ね、って、僕ビビっちゃって、それ以来部屋を真っ暗で寝れなくなっちゃったことがあったんですけど、スーン。伊集院さん、全然、だって、言わせといて、ね、言わせといてのスーンって何ですか？別に夜中にオードブルが急に持ち込まれただけの話だから、俺全然、スーン。でも、それで、今まで怖がりだったのに、高校に入ったら寮生活になるじゃないですか。そうすると、部屋の電気を消さないと先輩に怒られるから、真っ暗で寝れるようになったっていう、荒地寮もちゃんとあったんで、今ではもう真っ暗で寝れる。荒寮寺じゃなくて。そう言いますよ。いや、お前言ってなかったのよ。業界用語だもんね。業界用語にちょっと逆にしたまさに隠語、隠語ですね、これ。何、やらしい要素、絶対に。, 笑ってれば済むと思うすいません、ね。エバトはエバトどっち？僕も真っ暗ですね。俺は絶対もう電気つけとか、俺変な話、全部電気、こうこうとつけて寝たよ。なんでですか？わかんない。それ別にその、例えばお化けが怖いとかではないってことですよね。お化けが怖い、お化けとかいないし。あと、夜中急にオードブルを持ってくるお化けじゃない人は怖い。それは怖いですよ。他人が急に持ってくる。うちの鍵を持ってるやつだから。生ハム、ドレッシングだらけの生ハムを持ってくるやつは怖いけど。それは怖いですね。なんでだろうね。なんか、あのね、ガチャガチャしてる方が眠れんのね。へぇー。で、よくゴーと、そのノリが来るじゃん。はい。これでなんかちょっと一緒に DVD 見ようかって見てるじゃん。はい、必ず俺最後寝てるじゃん。はい。あのガチャガチャしてたら寝れるの。逆に、あれを静かにして誰もいなくていると、全く眠れないわけ。
だから迷惑な、うん、あ、ごめんごめん、エヴァと家呼ばないからごめんね。ちょ、なんで呼ばないとか、なんでそれが泥棒の悲しいとこだよね。泥棒じゃねえし、呼ばねえ。なんだよ、二人して。エヴァとかある人でオードブル持ってくるのが一番怖いから。持ってきませんから。持ってきませんからっても変だろ。みんなで飲むときとか持ってこいよ、オードブルぐらい、お前よ。オードブルじゃなくて、手ぶらじゃねえかよ、手ぶらはやめてくれよ。なんか、それも、なんだろうね。寂しがり屋さんなのかな、うん、あ、そう、あの、じゃ、ちなみになんですけど、はい、今聞くんですけど、ああいう時って、僕ら帰って、あの、どうなんですか、あの、帰るタイミング的には、いつも寝てらっしゃるから起こすのもいけないですし、どうしようかって思うんですか、ね、でもな、起きて、いなかった寂しいしな、あ、いていいんですね。いてほしいよ。たまにいつまでいいんだよって言うじゃないですか、その、そろそろ帰ればみたいな空気。あ、それは、なんかわかんないけど、はい、また別の現象で、はい、急に、そういえばみたいな。あの、昨日ダウンロードした、あの、動画で、まだ、まだみたいな。インゴが聞きたい、インゴが聞きたいってなってる時だと思うけど。難しいっすね。はい、そういえばっていう、アマゾンの、そういう時、帰り際にちょっと見てもらうとわかるけど、玄関にアマゾンの箱がある。大体。それを見てから、確認すればいいんですね。そうね、それを見て、それがある場合は、伊集院さん本当に帰ってほしいんだなって。じゃあ、初め入るときに見てた方がいいですね。うん、今日あるぞ、ないぞっていう。あるかないかっての見た方がいい、ね。わかりました。いや、でもなんか全部そんなんで、物書くのも静かなとこだな。へぇ、なんか変だし、ファミレスとかで書くとすごいはかどるんだけど。なんすかね、わかんない。わかんない。へぇ、もう一回聞いて。なんでですかね、わかんない。知らない。なんで気に入ったんですか、それ。わかんない。なんかさ、どこに、わかんないことをわかんないっていうのすごいなと思って。ダウンロードしてくださってる人たちに対して、もうその原因を伊集院さんどう自己分析してんのかなのタイミングで、わかんないっつって、そのまま終わっていくっていう。